ここから先は通さない。死にたくなかったら引き返せ。おいおい、デミゴッドじゃないか。これは名を上げるチャンスだ。ダグマ先生もいるぞ。そこをどけ。偉そうな口を聞くな。俺たちはもう調和の外にいるんだ。あんたの言葉なんて響かないぜ。調和の身を捨てたのか。へえ、そうだとしたらどうする。調和など捨てた。お前たちがそう告白するのであれば、ノイズどもと同じ扱いだ。それはこっちも同じこと。さあ行くぞ。来い。集中。お任せ。若気の至りというわけではないようだな。攻撃的な空飛ぶノイズに調和の身を捨てた青年たち、一体何が起こっているの。ダグマ、息子がいるんだよな。一応聞くけど、今の連中の仲間じゃないよな。また黙る。あんたはいつもそうだ。神殿はまだ先だ。みんなよろしく。
任せ。
炎よ。大丈夫、大丈夫。さあ、行くよ。みんな聞いて、魚座神殿の時と同じことが起こると思うわ。きっと聖獣が暴れ出すはず。でも罰するために襲うわけじゃない。聖獣の力を手にする価値がある人物かどうか私を試しているのだと思う。みんな悪いけど付き合ってね。了解。アラシアよ、なんだか人が変わったようだ。自信に満ち溢れているな。お嫌いかしら。いやー、いい、すっごくいいぞアラシア。みんな、聖獣アルゴンよ。戦いの準備はよろしくて。いいけど、戦う前に聖獣に一言言わせろ。アラシアへの試練だと言うなら、それは構わない。でも一つ、教えてくれ。昭和の実を食べないアルクタンたちを、なぜ放っておくんだ。それどころか力を貸すなんて、ああいう連中を懲らしめるのがあなたの役目じゃないのか。さあ行くよ。
行け。
わしの番じゃ。これじゃ。ねえ、デミゴットのおばさん、私たちの仲間にならない？いちいち戦わなくても聖獣を呼べるよ。どちら様かしら。そこにいるのはもしかしてジマーの頭の固いお父さん？奥さんがいるからこっちに来て。早くしないと死んじゃうと思う。なんだと？
Shiny for me.行かれたわ。もしかして誘拐？暴れちゃうぞ。わしの番じゃ。お任せ。Thank you.
みんな、よろしく。
しょ。やっちゃおう。さあ行くよ。お待たせ。みんな、よろしく。お任せ。集中。お任せ。お待たせ。何があるかな。みんな、よろしく。さあ、行くよ。
おしまい。あっちに行け。頑張りましょう。さあ、行くよ。大事よ。お疲れ様。よろしく。お任せ。
して、なんで。やろ。さあ、行くよ。お待たせ。やだ。どうして、なんで。Thank you.
礼。お待たせ。頑張りましょう。さあ、行くよ。お待たせ。やろう。お任せ。お待たせ。集中。失礼。お任せ。すまん。失礼。失礼。お待たせ。
よろしく。さあ行くよ。すまん。よろしく。やだ。大丈夫。さあ行くよ。
行くぞ。暴れちゃうぞ。さあ行くよ。怖いぞ。お待たせ。
しょ。ありがとうございます。僕が閉じ込められていたところはなんだか生臭かったんですよね。お前の匂いじゃら、はい、まだそんなこと言いますか。デミゴッドの皆さん、私はセリン。覚えておいてね。特にダグマ、ジマーのお父さん、よろしく。くっ！あなたの奥さん、ここが大好きなんですってね。クオン、家族の思い出の場所。怪我されてたまるものですか。また無茶をしたな。あなたには頼れないもの。すまない。うん、あなたはあなたらしくアルクタンの誇り、生き様。もうくだらない話はうんざり。ほら見せてごらんよ、アルクタンの誇りとやらを、デミゴッドの生き様とやらを。妻は死んだ、遠慮は無用だ。うん、わかった。アルクタンはアルクタン、アビシーはアビシー、まったくその通り。いくら調和の実を食べたって種族の本能には逆らえないよね。お任せ。お待たせ。お任せ。
くよ。お待たせ。アビシーはみんな私の仲間よ。調和という名の足かせで自由を奪われた最大の被害者は翼ある我々だからね。ディソナンスを受け入れよ。調和の果てにあるのは停滞、不協和音を受け入れよ。そんなことしない、ありえない。それあげるよ。私たちはそんなものがなくても力を発揮できるの。もちろんこっちに来ればあんただって同じ力を使えるわ。いらない。強がっちゃってかわいい。逃げられた。町で待ってくれ。すぐに行く。エンブレムなしで魔法を使えるとは、連中深刻ね。あ、ダグマが来ましたよ。ダグマ、質問があります。何度も名前の出たジマーは。ダグマ、もう そうでしたか。ダグマ、続けられますか。当たり前だ。それならダグマはジマーのことを説明すべきだと思います。セリンは何度かあなたのことをジマーのお父さんと呼んでいました。ジマーは俺の息子だ。俺がデミゴッドになる時に仲違いをして、それ以来会っていない。あいつはアウィシー族の娘にのぼせ上がっていた。それを叱ったのが仲たがいの原因。そしてどうやらジマーの相手はあのセリンだ。この一件にジマーが関係している可能性は大いにあり得る。居場所の心当たりはない。なるほど。なあケイリン、お前もはっきりさせようか。お前とセリンはただの顔見知りじゃないよな。セリンと私は幼馴染なの。もっと高く遠くへ飛びたいとそればかり話していたわ。問題発言じゃ。いくら調和の実を食べてもアウィシーにはそういう時期があるの。反抗期って呼ばれてるわ。私の反抗期は過ぎたけど、セリンはずっと続いているのかも。セリンは反抗期をこじらせた結果、アルクタンの若者を巻き込んでこの騒動を起こしたとでも言うのか。セリンが何かを望んだとしてもこんな状況になるかな。だってノイズや聖獣を操るんだよ。ユノ様、何か情報は。調停者の返信は。まだ何もありません。こりゃ絶対見捨てられたな。
アラシアが聖獣に試されるように、僕たちは調停者に試されているのではありませんか？エコ、私、その意見に乗った。私たちはこの調和の危機を行く船の舵取りを任された。そう考えると、残りの日々が輝いてくるわ。ええ、キラキラじゃな。ギフト。あいつ。あいつ、ゲータ。ギフト。あいつ。あら。あいつ、ゲータ。ゼフト・ハイツにあの男がいる。アルクタン・バレーでノイズを呼んだあの男が。どうしてよりによってゼフトの町かしらね。そこに調和があるからよ、きっと。クレス、行こう。